手白木勝動は、幕末の藍津藩士。明治時代の地方管理。藍津藩士、佐々木玄八の長男として生まれ、玄八の実刑で、桃石鳥の手白木勝富の養子となった。京都見回り組組頭である、佐々木忠三郎、隊員であった、佐々木玄四郎は自邸、妻は150石鳥の藩士、小川恩次の次女、清子。江戸語劇番として出資している。 会津藩主、松平片森が京都市護職を務めていた際、手白木は公用方として刑に赴任し、諸藩との接衝や京,町や京都庁部用や京都諸子大との連絡用務、新選組の指揮などを受け持った。源氏元年には京都邸詰公用人、お聞き番ご内容兼務となり、片森の名代として宮中に三大を行うこともあった。この際、徳川義信から彰子を受け、 金、福寺を賜っている。また再刊を認められ、幕府への出資も求められた。賭場、伏見の戦いの後、和歌山から海路合図に戻り、奥上津列藩同盟のために諸藩との交渉を行った。合津戦争において、合津若松城に牢城、若年寄りに昇進した。会場の際、手白には判明により、秋月定次郎と共に城を脱出。 米沢藩に赴き、降伏の仲介を依頼し、官軍首脳の板垣大輔、伊地地正治との降伏交渉を行った。戦後は、藍津藩士のうちで真っ先に、東京に召喚された5名のうちの一人となっており、10月17日に東京に護送された。投獄された後に、小倉藩邸にお預けとなる。明治2年6月に、高須藩への A のお預けとなり、 7月には高須に移っている。高須藩主、松平義武は、片森の実定であり、格別に厚遇されたという。明治4年9月には、高須藩が、尾張藩と合併したために、尾張藩に預け替えとなり、12月には、青森県の親類への預けとなる。明治5年2月6日に謝面された。4月16日、青森県庁より呼び出され、 中央政府への任官を求められる。手代木は九州片森に伺いを立ててからお受けすると返答し、江戸で片森と面会した。片森はこれを開拓し、全頭祝す歌を送っている。5月にはサイン将棋制となり、その後は香川県、高知県の各県参事を歴任し、明治11年には岡山区長を務めた。この間、 福島県知事の内命を受けるが断っている。また困窮した会津松平家のため20年間放給の半ばを割いて送金していたという。明治37年岡山市で没した。子女のうち、次女の中枝は米沢藩市、甘春は郎に突議事情を設けた。天甘春夫妻は早くに亡くなり、娘たちは叔父の甘春三郎に引き取られたが、 長女の初は後に、新島屋への幼女となっている。幼子師となった、手白木良作は、大正12年6月に、手白木すぐえ門殿を刊行している。ありがとうございます。